まさちゃんの適当菜園です。今日は12月9日です。17日ぶりに畑に来ました。白菜です。これがだいぶ白菜らしく育ってきました。大根も育ってきました。ここに実が見えます。抜いてみたいけどまだちょっと早いかな。こちらは紅心大根です。一本だけちょっと試しに抜いて帰ろうかな。まだちっちゃいのかな。カリーのケールを収穫します。なんかたわしみたいですね。これブロッコリーの頂点が500円玉台になったので収穫します。ここを取っておくとあとは脇芽がどんどん育ってきます。普通のブロッコリーと比べるとかなり可愛いサイズですけど、茎ブロッコリーなので次はこれが育ってくるのを楽しみに待ちます。レモングラスはそのままでは畑で冬越しできないので抜いて持って帰ります。何かで覆うとかして保護する方法もあるんですけど、家に持って帰った方が安心かなと思うので。これすごいですね。植えた時の5倍ぐらい増えたんじゃないでしょうか。すごい重たい。すごい量です。ミント畑は9月ぐらいからずっと来てなくて荒れ放題でしたが、綺麗なミントがあるので取って帰ります。夕ご飯用にサンチュを取って帰ります。
収穫しました。スイスチャードをサラダ用に取って帰ります。チンゲンサイの混み合ったところをちょっと取って帰ります。大根まだちょっと早いと思うんだけど、抜いてみたいのでちょっと1本だけ抜いてみます。どれがいいかな。これがでかそう。こっちからこれ抜いてみよう。でもまた前抜いた時10センチぐらいだったけど、これどうかな。10センチより長ければ嬉しいけど、どうかな。よいしょ。あ、こんな感じでした。短いよね。こう本当はこうなってほしいけど。では今から帰って、これで相方くんがスモモ食べたいらしいので、スモモにします。これは香辛大根です。今日はサラダに使おうと思います。どういう大根かというと、ちょっと中割ってみますね。おお、すごい綺麗にできました。食べるのが楽しみ。今日取ってきた野菜たちでサラダを作ります。サラダチキンは買ってきました。で、サンチュをちぎってのせます。クリスマス前なのでリース風のサラダにしました。これスーパーでラベルが可愛かったので買ってみました。600円ぐらいだったかな。渋めってネットで見てたけど、ほんとちょっと渋めですね。もう今日はチャーハンとサラダと相方くんが作ってくれた煮物です。和風なんだか洋風なんだかわからない料理ですね。和洋中ですかね。サラダからいただきます。
ケールちょっと苦いんですよね。チキンと食べたら美味しいかな。いただきます。ファミマのサラダチキン美味しい。ワインとチャーハンの組み合わせって普通ないですよね。どう？ケールは食べれる？チーズとブロッコリー合う。美味しい。あー、美味しい。甘みがあるブロッコリー食べて。はい。いやー、なんか種から育てて食べれるまでになったから嬉しい。茎ブロッコリー、この香辛大根すごい、出来は小さかったけど綺麗な色になってよかったです。書いてる人もいたけど、相方くんが作ってくれたチンゲンサイと厚揚げの炒め物です。いただきます。うん、美味しい。チンゲン菜シャキシャキしてる、香りがいい。チンゲン菜、チンゲン菜もうちょっとで大きく育つので頑張ってほしいですね。今日のは味見。ミントの様子をずっと見てなくて、草に埋もれて枯れてしまったかなと思ってたんですけど、ちゃんとすごく生きてて、生き生きしててよかったです。まあ、ミント強い子だからね。今度ちょっと草を取り除いてあげないと。大根収穫した時に酢物作るって言ったけど、今日はもう作りませんでした。また来年もうちょっと大きくなってから作ろうかな。では今日はこの辺で、また見てください。お願いします。